カナディアン・インターナショナル・スクールは東京都品川区北品川5丁目にあるカナダ式の教育スタイルを特徴とするインターナショナル・スクールである。カナダのプリンス・エドワード・アイランド州政府の教育課程を実施する。カナダは教育政策の権限は各州政府にあるがこの教育課程はアトランティック・カナダ4州州、ニューハウンドランド・アンド・ラブラドール州、ニューブランズウィック州、 ノバスコシア州共通の過程であり、その過程に基づいて、授業レベル、授業時間、分野分け、教員資格、教科書、教育メソッド、評価などが実施される。カナダの教育水準は、世界トップ水準であり、特に近年は日本を上回る高い学習到達度、国際的評価で知られる。日本語の授業、クラスも用意されている。 一年は二つの学期、一学期と二学期に分かれている。成績表、通知表は、各学期の中間と期末に担任と親の面談時に渡される。この際、親が英語ができない場合は、学校の職員の通訳の付き添いもある。成績評価は、到達度評価で、四段階評価である。生徒の出身。 国籍構成は、各国の大使館や駐在員の子女、日本人の子女をはじめとして、出願資格、入学条件に、国籍や宗教を一切問わないことや、カナダの国家としての世界的、国際的な好感度等もあるためか、こじんまりとした規模の学校にしては多様な構成、校舎、施設、設備近隣施設。ありがとうございます。